黒き鐘が鳴らされた。13回月夜のもとに鳴り響き、13回死と闇を招き寄せた。神々よ、我らを見守り慈悲を与えたまえ。ここも悪魔がはびこってる。急いで鐘を鳴らした犯人を探さないと。桃虎の世界に帰ってきました。見たことある敵、捜査官とかも実家のような安心感。でも前作よりちょっとゆっくりめな動きかも。射程距離は伸びてますね。過去作はだいぶ短かったですね。上にはまだ行けなさそう。本作はどのくらいの探索要素があるんでしょうね。前作と同じぐらいでいいんですけど。壁の向こうに攻撃できます。これは応用する場面があるかも。ダッシュ、おなじみの敵ですね。敵というかトラップというか。結構まだ行けない場所がある。弓矢でもスタミナを消費するんですね。ダッシュだけでよかったかしら。ここも行けないのかな。行けたよ。音楽がいいですね。ファンだから脳に補正がかかってるかもしれませんが、セーブもおなじみのシステムです。もうボス戦ですね。美少女のボスじゃないけど。食らってる。全然反応できない。こうかな。近づいて打撃を与えた方が良さそう。弓矢は補助的な感じで。前作はノーダメージでボスを倒すとご褒美がありましたね。私には難しくて早々に諦めましたけど。共に食らった。回復魔法があるからそこまで難しくはないかも。
この攻撃はガードできないやつなのかな。しまった、回復が遅れました。ガメオベラ、倒したかな。これは橋が崩れるやつだ。やっぱり。ももさん。お願い、目を覚ましてください。セレザ、じゃあここは私の家。モモさん、みんなすっごく心配したんですよ。ドラさんが気を失っていたモモさんを見つけてくれたんですが、とにかく今は休んでください。体調が回復したら族長様と会ってください。ももさんを待ってるとのことでした。司祭長、モモレイノル。はい、族長様。あなたの旅の話は聞きました。申し訳ございません、族長様。私の不注意で状況を見誤ってしまいました。それに頼まれたものも見つけられませんでした。我々は予想以上の脅威に挑もうとしているのかもしれません。黒き金が消えたという警告を妖精たちから受けました。現在の状況から推測できるのは、鐘の音色が悪魔を招いていることくらいです。もし万が一、悪魔がここまでたどり着き、神聖なルンの大樹に触れてしまったら、この村は終焉を迎えるでしょう。大樹が枯れてしまえば、残された生命もすべて同様です。古代の神託はこのことを予言していました。予言が真実にならないようにするのが我々の役目です。二度と黒き鐘が鳴らされてはなりません。そして悪魔を招いた者には罰を与えなければなりません。早急に任務を再開してください。承知いたしました、族長様。過去の出来事から我々は一つの教訓を得ました。大樹を守るために立ち上がらなければ、村だけではなく世界中すべての土地が崩壊してしまうでしょう。ひとまず民を安全な村に留め、この地を守らなければなりません。その間にあなたは再び黒き鐘を鳴らした者を探しに行ってください。我が子の成功を祈っていますよ。族長様、私たちの村を守るため全力を尽くします。ええ、知っていますよ。変わらず尽力してください。鐘を鳴らした犯人を見つけなくちゃ。そこはかとなく漂う不穏な空気。ドット絵はとても可愛いんですが、村には巫女を生贄に捧げる儀式が定着していたりと、背景はダークファンタジーですよね。
若干人に勧めづらい要素ですね。気にしない人は気にしないかしら。メニューでは過去作のストーリーをおさらいできます。初期の桃ドラは文字情報が全然ないゲームだったので、初めて具体的なストーリーを知ることができました。これはありがたいですね。ももさん、もう出かけますか？仕方ないよ、役目を果たさないといけないんだから。族長様が私をももさんの補助役として任命してくださいました。それは多分ドラがいないから。でも私、戦いたくありません。というか、そもそも戦い方を知りません。私が行っても足手まといです。私なんかに手伝えることなんて。セレザは月明かりのかけらを紋章に変えることができるんだっけ？それ役に立ちますか？でしたら悪魔が落とす月明かりのかけらを持ってきてくれますか？かけらを紋章に変えて差し上げます。そして紋章の力があれば任務に役立つ新しい能力を使えるようになるはずです。紋章ならここに一つあります。持って行ってください。この紋章はスタミナが満タンの時に放つ矢の攻撃力を上げる効果があります。確かに役に立ちそうだね。ありがとう、セレザ。いいえ、どういたしまして。それではまた後で追いつきます。村を出る前に物資を準備しないといけなくて。紋章を組み合わせれば自分の苦手な部分をカバーできそうですね。オープニングは多分ここで終わりなので動画を区切ります。それではまた。